上原浩二氏と高橋尚子氏が14日、TBS 系テレビサンデーモーニングにボイケン番として出演。オールスター戦で日本人で初めてメジャーリーグの作声本塁打を放ったドジャース・大谷翔平投手、30、や好投したカブス・今永翔太、30、について語った。上原氏は、気になるシーンはもちろんホームランもそうですし、今永選手の髪の毛ですねと笑いを誘い。 先週のお意見版の丸山、奈さんですね。後ろ髪と言ってましたけど、跳ねてましたからね。調子がいいということですね、とコメントした。2014年にレッドソックスの選手でオールスターに登板した上原氏は、10年ですか。めちゃめちゃ楽しかったですよ。緊張はあまりなかった。別に打たれてもいいやという感じでやっていたので。当時の映像で振り返り、 すごいボールを投げてました。これは良かったですけど、OB 戦を見ると衰えてるなとと自虐した。大谷は16日、日本時間17日の MLB オールスターゲームにナ・リーグ2番 DH でスタメン出場。2打席目に右翼席へオールスター初本塁打となる先制スリーラン、出場4年目での初アーチを放った。9円で日本人選手の本塁打は。 07年アリーグのイチロー、マリナーズ、が、右声へサンフランシスコの AT&T パークでランニングで記録して以来17年ぶり2人目。咲く声の当たり、ナ・リーグの選手としては大谷が日本人で初となった。また、今永はナ・リーグ4番手で登板し、1回をパーフェクト投球で応えた。試合は5対3でアリーグが勝った。